ガレットでロアガレットでロアの会食風景。ガトーデロア、ジャンバティスト・グルーズがフェーブの例ガレットでロアは王様の歌手という意味で高原祭の日に食べるフランスの歌詞である。ここでは高原祭に食べる各地の類似した歌詞についても述べる。フランスの地方ごとに少しずつ異なるが最も一般的なものは紙の王冠が乗ったオリパイにフランジパーヌが入ったパイ菓子で中に フェーブと呼ばれる陶製の小さな人形が一つ入っている。高原説に家族で切り分けて食べ、フェーブが当たった人は王冠をかぶり、祝福を受け、幸運が一年間継続すると言われる。名称のロアとはフランス語で、ロアマージュと呼ばれる東方の三博士のことである。ロアールがワイナンでは、ブリオッシュ生地で作るが等でロア、またはブリオッシュでロアが好まれる。 フロバンスやラングドックのガトーデロワはロアイオームと呼ばれレモンピールで香りをつけた王冠の形をしている。ボルドでは形は同じだがコニャックで香りをつけトルティオンと呼ばれている。いずれもフェーブを入れる習慣は共通である。伝統的には家族が集まった中で一番小さい子供をテーブルの近くに呼び目隠しをさせて大人の誰かが切り分けこの子供に誰に配るかを指名させる。 そして、昔は毎週末家族が集まって、食事をするのが常であったので、フェーブが当たったものは次の週末の会食の際に、ガレットでロアを自作するか購入して、皆に供した。この際、前回王冠を手にした者は、この者が男性であった場合は女王を、女性であった場合は王を、家族の中から選ぶ。子供を喜ばせるため、しばしばこの女王か王は、子供が選ばれる。 この行事は1月6日あるいは1月中のある日に行われる。もともとフェーブは本物の空豆だったが、1870年に陶製の人形が使われるようになった。現在ではプラスチック製のフェーブもある。日本でもガレットでロアを置く店が増えており、フェーブだけを単独で販売する店もある。代表的なところでは渋谷区広尾にあった。 ユデザインネというフランス雑貨店が日本で最初にフェーブを大々的に販売したショップである。ガレットでロアの起源は古代ローマのサートゥルヌスの祭典、サートゥルナーリアに遡る。サートゥルナーリアの共演では豆を一つ入れたケーキが供され豆が当たった出席者を縁の王とする習慣があった。この風習はブルボン朝の初期にも見られ、 ルイ14世の宮廷においても行われた記録がある。宮廷に出入りした淑女たちはこれに参加し、見事にフェーブを当てた者は王に対して願いを聞き入れてもらう権利を得たという。しかし、ルイ14世は後にこの風習を廃止した。公原節を祝う習慣のある地域ではフランス同様、その日、豆やコインを隠したケーキを食べる習慣があり、カタルーニャ州にはトルテル、 キリシア焼プロスには、バシロピタがある。アカディアの伝統的なガレット・でロアは、ケーキ生地で作られ、王と女王を象徴するエンドウ豆と、インゲン豆、または、黒と白のボタンが一つずつ入っていた。地域によっては指は、一線と効果、ボロ切れを一つずつ入れて焼いた、ガレット・でロアを切り分け、高原節の会食の出席者に配り、 指輪が当たった人は年内に結婚し、効果が当たった人は金持ちになり、ボロ切れが当たった人は貧乏が続くというように、一年間の運勢を占う習慣もあった。今でも、フランス大統領府で行われる新年会においては、数百人に及ぶ列席者のための巨大なパイが焼かれる。しかしこの中には、フェーブが一つも入っていない。その理由として、ルイ14世当時、 フェーブを引き当てた、当てたものは1日限りのフランス国王や王妃になることができたが、共和制をとっている。現政権は国民から選ばれた大統領を原始としているため、大統領が国王や王妃を任命することができないからとされている。ルイジアナ風、キングケーキ。中央にプラスチックの赤ちゃんの人形が置いてある。ニューオーリンズのキングケーキの中に入っていたおもちゃ、2008年。 キングケーキはカーニバルの伝統に関連付けられたケーキの一種である。この伝統はフランスとスペインから来た入植者によってアメリカ合衆国南部の旧フランス領にもたらされた。マルディグラのシーズンになるとカーニバルを祝う習慣のあるフロリダ州ペンサコーラからテキサス州の南東部までニューオーリンズを中心にした地域でキングケーキが食べられる。ケーキには 小さな安物のおもちゃが中に入っており、これが当たると様々な特典がもらえたり、義務が課せられたりする。中に入れるおもちゃは赤子のイエスキリストを象徴する赤ちゃんの形をしていることが多い。ニューオーリンズマルリグラの伝統であるキングケーキには多くの種類があるが、最も単純で伝統的なものは臨場にしたブリオッシュに似た生地のパンで、通常伝統的なカーニバルの3色。 紫と緑と金色で色をつけられた糖衣やグラニュー糖でトッピングされている。クリームチーズやプラリネのフィリングが入ったものもある。フランス式のガレット・でロワはフレンチキングケーキと呼ばれる。キングケーキのシーズンは高原説からマルディグラまででこの期間中多くの団体やグループが毎週キングケーキパーティーを開く。ケーキの中のおもちゃが当たったものはパーティーの王に選ばれ。 紙やプラスチック製の王冠やティアラをつける。キングケーキパーティーはカーニバルのパレードの通り道の近くに住む人の家で開催される。ニューオーリンズでのキングケーキパーティーは18世紀から行われており、南北戦争以前の上流階級のパーティーではケーキの中に貴金属製のフェーブを入れることもあった。オーストリアで高原説に食べられるお菓子はケーニヒスクウヘンと呼ばれる。 王様の焼き菓子という意味で、パイ生地の中に、レーズンや、オレンジピールとレモン風味のスポンジ生地を入れて焼き上げた、焼き菓子である。ありがとうございます。